アイテム番号 SCP-65JP。 オブジェクトクラス政府。特別収容プロトコル SCP-65JP はサイトの武器収容ロッカーに二重鍵をかけて、財団の標準武器管理プロトコルに従って保管されます。使用にはレベル4以上の財団職員の許可が必要です。なお、実験に使用する以外での使用は予期せぬ損害をもたらす可能性があるため推奨されていません。実験記録、65JP3、4を参照してください。説明、SCP-65JP は、6.5、MM52、万リッテル、カルカノ弾を使用するイタリア製ボルトアクションライフル、カルカノ M1938 です。銃本体に刻印されたシリアル番号は、この銃がイタリアの王立武器工廠で1940年に製造されたシリアル番号 C であることを指し示していますが、これは公式情報と矛盾しており、収容以前のこの銃の来歴は不明です。レシーバー左側面に刻印されたメッセージを除いて、他のカルカノ M1938 と比較した結果、その特異性の原因とめされる機構は発見されませんでした。左側面に刻印されたメッセージは、それを直接手に取った人物の母語、信奉する宗教に関わらず、打て、襟分けるのは神、超越者、最低者の仕事である、という文章であると読み取ることができます。SCP-65JP の持つ精神汚染能力はそれ以外には確認されておらず、あったとしてもごくわずかなものであると判定されました。SCP-65JP を用いて発射された弾頭、以下、SCP-65JP1 は終末弾同学的なごく狭い領域でその特異性を発揮します。人間の罪を測る方法が他に存在しないために、これは定性的な結論になりますが、SCP-65JP1 は撃たれた人間の罪に応じてその体内弾道を変えると考えられています。動物実験ではその異常性は観察されませんでした。発射された SCP-65JP1 は、校内、下と、校外弾道においてその異常性を発揮することはなく、厳密に物理法則に沿った弾道で飛翔します。使用者に対しての干渉、弾道への干渉は存在しません。限定された実験と記録によると、窃盗、過失による重傷害、命令や示唆を含めた殺人への関与等が SCP-65JP1 が異常な致死性を発揮する、罪、の加減であると推測されます。それより重い、罪、では SCP-65JP1 の終末弾道は異様な軌道を取り、計画殺人以上の罪では発射時に与えられた運動エネルギーだけでなく、未解明の推進力を用いて体内の損傷を拡大します。この場合の全ての例において犠牲者の体内で弾頭が発見されました。弾頭の停止位置は犠牲者の罪と関連しているものと推測されます。その逆に、犠牲者の体内に対する損傷を控えるように弾道が歪曲されるケースも記録上確認されています。この場合でも、発射時に与えられた運動エネルギーからは取り得ない軌道を取ったものと考えられています。ある記録では20メートルの至近距離で発射したにもかかわらず、体内への侵入は弾頭の長径を下回る2センチメートル以下でした。この2センチメートルの侵入が被害者の罪を表すものなのか、SCP-65JP1 が罪を判定するのに体内の侵入が不可欠であることを示しているのかは不明です。最も多いと思われるのが、編集済みでも発生されたと推測される、より多くの犠牲者を出そうとするケースです。弾頭が停止するほど、無垢とは言い難いものの、蒸気の加減を下回る、罪の持ち主であると推測されます。この場合、終末弾道はより犠牲者を増やす要塞所の犠牲者の体内で変更されます。厳密な実験が行われていないため推測に過ぎませんが、一度体内を通り抜けた弾頭の中には空中で軌道を変更したとも考えられるケースも存在します。
回収記録。SCP-65JP は198にメキシコ、編集済み。で、現地警察により押収されたものを財団が回収したものです。198現地の資産家である。が、編集済み。の路上で SCP-65JP を用いて無差別発砲を行いました。当日は祝日であり、祝祭に参加した民間人及び麻薬カルテル構成員の多くが犠牲となりました。被害者は、人に及び、は警察の重装備部隊による狙撃により死亡しました。は前年に検事であった娘を麻薬カルテルによると思われる、編集済み、で失っており、現地警察はその怨恨が犯行の動機であると判断しています。発砲による死亡率の異様な高さと被害者の検視結果が財団の関心を呼び、調査によりその原因が SCP-65JP であることを明らかになりました。SCP-65JP1 の終末弾同学的知見の多くがこの事件の検視報告によるものです。数週間の財団のエージェントと現地警察による調査の後、現地警察捜査員と目撃者には C クラス記憶処理が施され、証拠物品として回収された SCP-65JP、SCP-65JP1、および捜査資料は財団のエージェントによってすり替えられました。実験記録の抜粋。以下の実験は SCP-65JP1 がの動作条件を同定するために行われました。倫理的観点からも、実験の便宜の観点からもそれが最善であると判断されたため、被験者である D クラス職員には全身麻酔と標準的な抑制が行われました。実験記録、65JP11。被験者、D15283。ノート、D15283 は4件の強盗殺人で逮捕され終身刑となった。実験形式、移入ポイントを左手のひらに設定。SCP-65JP1 の弾道歪曲能力を検証する。結果、左手のひらから言い入れした SCP-65JP1 は D15283 の体内に留まる。検視報告によると D15283 は主要臓器の損傷によるショック死と判定された。体内弾道の長さは延べ5メートル以上。弾頭は右腕部に留まった。分析。記録通りの結果を実験環境でも得ることができた。実験記録、65JP1、6。被験者、D25468。ノート、D25468 は軽度の知的障害を持っている。児童に対する発見の、編集済み、により終身刑となった。実験形式、移入ポイントは左手のひら、罪の重さにより弾道の長さがどう変化するかを検証するための連続試験3、4。結果、SCP-65JP1 は D25468 の左手のひらに2センチメートル侵入。停止した。実験中止。分析記録通りの結果を実験環境でも得ることができた。予想外のデータが取れたことは幸いだと言えるが、罵倒、王ごと倫理委員会に報告書を提出しろ。俺は次の選挙は死刑制度廃止論者に投票してやる。研究主任。実験記録、65JP1、7。被験者、D62491。ノート、D62491は元財団職員。前歴は削除済みで不明。連続試験のこの位置に配置したのは外部よりの推薦があったため。実験形式。移入ポイントは左手のひら。材。の重さにより弾道の長さがどう変化するかを検証するための連続試験4。4。結果、編集済み。全身麻酔の効果が切れたため実験開始から82分後。規定により解雇。検視報告による終末弾道距離の測定は不可能。弾頭の速度から。分析。
SCP-65JT1 を加速する未知の力は減速方向にも作用することが明らかとなった。実験記録、65JT1、8。被験者。ノート、編集済み。実験形式、編集済み。に対する SCP-65JT1 の作用を実験環境で検証する。結果、O5、により却下。分析、同情。この実験計画を提案した。下級研究員は任務を解かれ、その性格特性が活かせるユニットへの配属が決定しました。O5。実験記録、65JT1、9。被験者、SCP-222 を用いて製造した。B クラスを用いた実験に関与していない研究員のクローン。ノート、財団職員にそういう連中が少ないのは知ってるが無罪レベルくらいならいると思うんだよな。実験形式、無垢、ないしは、無罪。レベルの被験者に対する SCP-65JT1 の作用を実験環境で検証する。結果、O5、により却下。分析、公式の実験記録にメモ書きを残さないこと、研究主任。実験記録、65JT2、3。被験者、B27456。ノート、B27456 は4件の小包爆弾によるテロ事件で終身刑となった。実験形式、B27456 に IBA を装備させる。全面のセラミックプレートを二重にし、NIJ 規格 101.06 タイプ相当の耐弾性能を持たせた。移入ポイントはセラミックプレートの中心に設定。ハイスピードカメラによる弾道の確認も同時に行う。結果、設定された移入ポイントへ SCP-65JT1 は衝突。弾頭はボディアーマーを貫通できなかった。分析、SCP-65JT の異常性は終末弾道にのみ限定されると思われる。以下の実験記録はフィールドエージェントに SCP-65JT を使用させることにより行われた。実験記録、65JT3、2。被験者、編集済み、戦闘員、ノート、それなりに場数を踏んだ連中だったな。実験形式、後に SCP に指定されたアノーマラスアイテムの回収の際、武装した、編集済み、戦闘員と遭遇、財団のフィールドエージェントとの戦闘が起こった。結果、少なくとも一撃必殺ではあったな。後で確認したが射出痕はなかった。分析、250ヤードでストッピングパワーがどうしても欲しけりゃ 12.7mm を使う。近距離だったら弾数と連射速度が高い 5.56mm のがずっと便利だ。ボルトアクションに用はない。頼まれたから一回は使ってみせたが、いつもの相棒の代わりに持ってく気にはならねえな。実験記録、65JP3、4。被験者、編集済み、ノート、編集済み。は同作戦で発見された民間人目撃者の一人、ミーム汚染兆候が見られており、プロトコルに従い処分されることとなった。実験形式、編集済み、射距離は3メートル。生存者の証言によると後頭部を狙った発砲であった。結果、編集済み、は脳幹の破壊により死亡。編集済み、当該内で変更した SCP-65JT1 が編集済みに最も近かったエージェントに命中。エージェントは死亡した。分析、意図しない付随被害のリスクがあることが明らかになった。なお、フィールドでの実用実験を提案した。上級研究員と承認した研究主任には公式に処罰が下された。